長友優斗、長友優斗、長友優斗、1986年9月12日体は、愛媛県西条市出身のプロサッカー選手。スユペルリグガラトサライ所属。ポジションは、ディフェンダー、サイドバック及びミッドフィールダー、サイドハーフ、ウィングバック、日本代表。妻は、タレントの平愛理、スポーツ一家の第二子として生まれ、母方の祖父は、 第一回小倉競輪出走者である元競輪選手の吉田達夫。達夫の弟で同じく元競輪選手の吉田実は王子にあたる。父方の祖父は明治大学出身の元ラガーマン。小学校1年生時にサッカーを始め、6年時に愛媛 FC ジュニアユースのセレクションを受けるも不合格。最上私立北中学校在学時に恩師である井上博に出会い。 この時期の走り込みにより現在の豊富な運動量のベースが作られた。2001年の U-15 全日本優先試選手権では県3位の成績を残した。2002年、サッカーの競合東福岡高校に進学。森重淳也のもとで2年生時に一ボランチとしてレギュラー入りしたが、地区選抜などには選ばれず、全国的には無名だったためスポーツ推薦を得られず、 進学先の明治大学政治経済学部には指定校推薦で入学した。高校時代の同級生には近藤トオール氏、ラグビー、日本代表の豊田進マンなどがいる。2005年、明治大学サッカー部入部、上川昭彦監督によって右サイドバックへコンバートされた。上川は長友を右サイドバックにコンバートした理由について、フィジカルの強さ、 総力、攻撃の完結力を活かすためであると語る。このポジションでのプレーをものにしつつあった矢先、入部早々に発症した追間板ヘルニアを再発。試合に出場できず、スタンドで応援する日々が続いた。この時期、サッカーができないストレスでパチンコなどの遊興に溺れたことがあったが、実施や大学の同窓生の知った激励で乗り越えることが来たと語っている。 2006年8月にかけて復帰し、後期リーグの開幕戦で入部以来初の先発出場。追間板安定のために腰回りの体幹筋を鍛えたことも走行し、復帰後3試合ほどで上川が別格と評するほどのプレーを見るようになった。身体能力の強さから3バックで臨む際にはセンターバックを務めたこともあった。ここから急速に頭角を表し、 全日本大学選抜やユニバーシアード代表にも選出された。同学年には藤田雄人、林良平、橋本浩二らがいた。2007年3月に行われた FC 東京との練習試合における FW リテイリとのマッチアップが当時の原博美監督など東京関係者の関心を引き、5月から特別指定選手として FC 東京の練習に参加。 7月8日のナビスコカップ準々決勝の対、横浜 FM 戦で途中起用され公式戦デビュー。さらに、U-22 日本代表として、北京オリンピックアジア2次予選のマレーシア戦に選出。右ウィングバックで出場し、ダイビングヘッドでの先制点に加えて、PK を獲得するなどの活躍を見せた。大学卒業を待たずして、プロに進むことを決意し、 2008年に在学したまま、サッカー部を退部して FC 東京と正式契約を結んだ。上川は長友を2008年度のサッカー部副賞に据えるつもりでいたが、長友の強い決意に触れて、これを撤回。サッカー部を1年残して退部し、FC 東京とのプロ契約を決断した理由の一つに、女で一人で自分を含む三兄弟を育てる母に、 経済的に早く楽をさせたかった、こう挙げている。3月8日、リーグ開幕戦の神戸戦から、前年までレギュラーだった、金沢清志らを押しのけて、先発出場を果たす。5月3日、第10節大宮戦で、J リーグ初得点を決めた。東京加入後の出ポジションは、左サイドバックであったが、同年後半、当時の監督上福博氏は、 東京のその時点でのチーム状況や対戦相手の選手の特徴によって右サイドバックを主としていた徳永雄平と長友を左右入れ替えて起用した。5月18日には岡田武史監督率いる日本代表に初招集され、5月24日のキリンカップコートジボワール戦にフル出場して代表初出場を記録。 11月13日のキリンチャレンジカップシリア戦では、先制のミドルシュートを決め代表初得点を記録した。また、同年の北京オリンピック、日本代表に選出され、本大会にも出場したが、チームは、グループリーグ参戦全敗に終わり、後に、余裕がなかった、思い通りのプレーはできなかったと語っている。2009年からは、土井木一フィジカルコーチと共にアップダウンの質の、 向上を目指し双方の改良に着手。運動量と強靭なフィジカルを活かしたスピード感のあるプレーに磨きをかけた。同年12月に日本代表の特別講師を務めた川本和久からは代表選手の中で唯一長友だけが文句なしのランニングフォームであると評価された。同年後半からは攻撃の駒としてサイドハーフに上がり、サイドバックには 倉原健太らが投入されるという起用法も見られ、東京のナビスコカップ優勝に貢献するなど、ユーティリティ性を発揮し、この年の J リーグベストイレブンにも選出された。2010年に開催された南アフリカワールドカップでは、全4試合に左サイドバックでフル出場を果たした。グループリーグ第一戦のカメルーン戦では後に、チームメイトとなるサミュエル・エトーをトールマークし、 完封、第2戦のオランダ戦においては途中出場した、エルエロエリアのポジションに合わせて、右サイドバックにポジションチェンジするなど、エースキラーとして活躍し、日本代表の決勝トーナメント進出に大きく貢献した。同大会から、国際サッカー連盟、FIFA が導入したレーザー計測によると、長友のトップスピードは、第1戦、カメルーンでは、 時速 30.13km、km、第2戦、オランダでは、同 26.70km と、両試合ともに、対戦相手を含めて、最速を記録した。また、この活躍により地元の愛媛県から、愛媛県文化、スポーツ賞を授与された。7月14日、ワールドカップでの活躍が評価され、セリエ A に20シーズンぶりに昇格した EC。 チェゼーナ買取オプション付きでのレンタル遺跡が決定。対談セレモニーの際は皆さんと別れるつもりはありません。世界一のサイドバックになって、また青赤のユニフォームを着たいですと涙ながらに語り、東京サポーターから拍手でイタリアに送り出された。チェゼーナでは自ら希望した背番号5番を譲り受け、左サイドバックとして開幕戦、対ローマ戦からフル出場。 マッシモフィッカデンチ監督からは、長友は左右どちらもいいが、ポゼッションとビジョンの点では、左の方がいいと評され、試合に応じるオーサイド激用、試合展開によっては前線に配慮され、11月21日の第13節パレルモ戦では、チェゼーナ加入以来初となるアストを決めた。その後、12月18日の第17節カリアリ戦まで、フィールドプレイヤーでは、 チーム唯一の全試合フル出場を続け、ロレンツォ・ミノッティ強化部長からは、長友はとてもいいプレイキープしており、人間的にも素晴らしく、ロッカールームを団結させる存在と高く評価された。また、本人もセリエ A での経験から、トップレベルの相手に対する、間合いの取り方を体得し、総力、フィジカルのさらなる向上の手応えをつかんだと語っている。 2011年に開催されたアジアカップでは全6試合にフル出場日本代表では長友と今野康幸のみし決勝のオーストラリア戦では試合途中に左サイドバックから左サイドハーフにポジションを植えてリタダ・アキラの決勝点をアシストするなど日本代表のアジア制覇に貢献した2011年1月31日遺跡金 約2億円で、チェゼー内完全移籍し、さらに冬の移籍市場の最終日となった同日、ダビデ・サントントのトレードで、インテルへのシーズン終了までのレンタルが決定した。背番号は55番。2月6日、セリエ A 第24節ローマ戦でインテルでのデビューを飾り、3月6日の第28節ジェノア戦にて、セリエ A 初得点を決めた。3月15日、 UEFA チャンピオンズリーグ CL 決勝トーナメント1回戦セカンドレグのバイエルンミュンヘン戦では途中出場で日本人4人目となる CL 決勝トーナメント出場を果たしアウェーでの勝利に貢献。準々決勝では内田篤人がところ属するシャルケレイヨンとの対戦となり CL 初の日本人対決を演じセカンドレグでは両チーム最長の走行距離を記録し 地元紙から高評価を得たものの、チームはここで敗退。5月22日のリーグ最終節カターニア戦では、リーグ戦に得点目を挙げた。5月29日、シーズン最終戦となったコッパイタリア決勝のパレルモでは右、SB として、フル出場し、イタリアでの初タイトルを手にした。2011から12シーズンの指導日となった7月1日、5年契約で、 インテルへの完全移籍が発表された。12月10日の第15節フィオレンティーナ戦と12月13日の第11節悪天候による延期開催ジェノアで自身初の2試合連続ゴールを挙げ、12月21日のレッチェ戦では2アシストの活躍を見せた。2011から12シーズンのインテルは不振により2度の監督交代があり、 交代当初は起用されないこともあったが、最終的にレギュラーの座を確保した。2012年10月7日のセリエ A 第7節、AC ミランとのミラノダービーで2枚のイエローカードを受け、自身初の退場処分となった。12月9日に行われたセリエ A 第16節、ナポリ戦でイタリアでの公式戦100号出場を果たした。2013年2月25日、 第26節のミラノダービーで同点ゴールをアシストするも直後に左膝を負傷し途中退場。以後、出場から遠ざかり4月14日の第32節仮リアリ戦で復帰するも左痛を再発しわずか8分で負傷退場となってしまった。後日、左膝半月板損傷と診断され手術が必要とされたが保存療法を選択することで手術を回避し、 シーズン終盤に復帰を果たした。2013年8月27日の2013から14、シーズンのセリエ A 開幕戦ジェノア戦では1年8ヶ月ぶりの得点を挙げ、第2節のカターニャ戦でもヘディングシュートを決め、2試合連続ゴール。得点に絡むべくゴール前に走り込むプレーを繰り返した。同年12月22日のミラン戦において、後半に交代でピッチを去る。 エステバン・カンビアスソからキャプテンマークを決議、移籍4シーズン目にして、初めてゲームキャプテンを任された。この年、アジアサッカー連盟から国際最優秀選手賞に選出された。2013から14シーズンは、シーズン通して大きな怪我もなく、最終的に自己最多の5得点6アシストを記録するなど、攻撃面でも大きな向上を見せたが、 チームは2年連続で CL 出場権を逃した。2014年6月に開催された FIFA ワールドカップではグループリーグ全試合にフル出場。第1戦コートジボアール戦では本田圭介の先制ゴールをアシストしたが自身の背後のスペースを狙われて左サイドで数的不利の状況を作られ連続失点。走行距離では3試合でスプリント数及び 最高時速では2試合で、両、チームトップの記録を残すなど視力を尽くしたが、2戦目、3戦目での攻撃参加は、得点に結びつかずグループリーグ敗退に終わった。2014から2015シーズン、インテルの副首相に就任。2015年1月開催の AFC、アジアカップでは準々決勝 UAE 戦で、右太もも肉離れを起こし、 日本代表もここで敗退。同大会後、初の先発出場となった同年2月のパレルモ戦でも右太ももを痛め、長期離脱。これが長友にとってシーズン4度目の故障となった。5月のラツヨ戦から戦列復帰。2015から2016シーズン当初は、サイドバックの補強が進められたために、長友は余剰人員となり、 サイドバックでのポジション争いにすら参加できず一時は売却対象となった。イタリア国内外から複数のオファーが寄せられたが、インテル残留を希望し、移籍を拒否。残留はかなったものの、途中出場した第二節、カルピ戦で失点に絡むミスをしたことも重なり苦しい。立場は続き三節から第八節までは出場機会なし。しかし、 放出確実と目される中でも、コンディション作りを怠ることなく、約2ヶ月ぶりの出場、シーズン初先発となった第9節パレルモ戦では、気持ちの入ったプーで、好アピール。第11節ローマ戦でも守備にさえを見せ、復権に成功した。クラブからは契約の更新を打診され、2016年4月に2019年6月末までの契約延長を発表。 2017年4月15日、第32節の AC ミランでは、ミラノダービーでフル出場を果たした。シーズン終了後には遺跡の噂も報道されたが、残留した。2017から18シーズン、9月17日に行われた第4節の FC 黒トーネ戦で途中出場し、インテル通算200試合を達成した。シーズン序盤は、 レギュラーの座を確保していたが、11月19日のアタランタ BC 戦以降は、ダビデ・サントンや、新加入のダウベルト、ジョアン・カンセロなどと、ポジション争いを繰り広げている。2017年11月10日の国際新善試合ブラジル戦で、日本代表では7人目となる国際 A マッチ100試合出場を達成。2018年1月31日、 出場機会を求め、トルコスユペルリーグのガラタサライ SK へ期限付き移籍。4月29日、第31節のベシクタシ JK 戦とのダービーでは、アシストを記録して、勝利に貢献した。2月5日の20節以降のリーグ戦にはすべて、スタメン出場し、5月20日の最終戦にも、フル出場してチームは勝利、ガラタサライの3年ぶり21度目のリーグ優勝に、貢献した。 シーズン終了後に、ガラタサライへの完全移籍が発表された。6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出され、W 杯3大会連続出場を果たす。大会前に髪色を金にして、話題を集めた。グループリーグ3試合に、フル出場し、第2戦のセネガル戦では、犬井上隆の得点をアシストし、GL 突破に貢献。しかし、チームは、 決勝トーナメント1回戦で敗れて、ベスト16止まりとなった。3大会で W 杯11試合出場は、川島、長谷部と並び日本人最多出場となった。豊富な運動量と抜群のスピードが、武器のサイドバック。俊敏性に優れ、1対1に強く和勢はないが、大型 FW にも競り負けないフィジカルと身体能力の高さを合わせ持つ。 イタリアのスポーツ紙、ガゼッタデドスポルトでは長友について、インテルにかけていた、闘争心に飢えている、象徴的存在と表している。7259140856コールスパンイコール2、コールスパンイコール22020186950 20、コールスパンイコール2201915、010、コールスパンイコール2160273。 1425160345通算コールスパンイコールに UEFA 200871通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。